しぶりですね。ちょっと宿でお茶しますか。先生に見つからないうちに町を出ちゃおう。アップルパイが食べたいわね。レイもオーシディアス王家にお仕えしているの？いや、俺はただの運送屋だ。客に頼まれた荷物を運んでたんだが、賊に襲われてな。船は壊されるわ、仲間とは離れ離れになるわで、散々なところを二人に助けてもらったんだ。で、今は持ちつ持たれつで、一緒に各地を回りながら、俺は仲間を探してるってわけさ。船を壊すなんてやばすぎるでしょう。仲間の人、無事だといいね。先生に見つからないうちに町を出ちゃおう。久しぶりですね。ちょっと宿でお茶しませんか。そうですね。なんでサボってるのがバレたの。お前に振り回されるこっちの。しかし、チャクラムとはまた変わった武器を使っているよな。文句でもあるのか、ね、なんで喧嘩腰なんだよ。むしろ、あんなに器用に使いこなしているから驚いてるんだよ。すげえってな。でも、どういう経緯でそれを選んだんだ。そんなにメジャーな武器でもないだろう。お前には関係ないだろう。そう来ると思った。もしかしてこういうことか。難しそうに見えて案外扱いやすいからじゃないのか。どうだろうな。おっと、その反応は当たりか。まあ武器は手に馴染むかどうかが第一だもんな。少しは分かっているようだ。そんな面白い武器が馴染むって、お前自身も案外面白いやつなんだな。なぜそうなる。邪魔するぜ。しかない。あ、うん、うまいなこれ。いってらっしゃい。また来るぜ。買い物帰りかい。そうなんです、旦那が帰ってくるから。しかし
戦闘に備えてください。私から離れないでください。消滅を確認。停止。
リベルの廃校に現れたモンスターの巣がこの辺りにないとも限らん。探してみるか。美術っていうのは理紋を描いて力を発揮する術のことだよ。まさか剣なんかで戦うことになるなんて思わなかったぜ。下手な使い方して壊れたりしないよな。簡単に壊れたりはしませんよ。それにレイは筋がいいように思いました。もともと何か武術のようなものを収めていらっしゃったのですか？いや、体はそれなりに鍛えてはいたが、きちんと学んだことはないな。今も力任せに振り回してるだけだ。そうなのですか。意外です、あんなに動けるのに。あの、もしよかったら私が剣の基本をお教えしましょうか？いいのか？ええ、とは言っても私自身そこまで剣に精通しているわけではないので、ほんの基本くらいしか教えられないでしょうけど。いや、それで十分助かる。こっちはその基本もあやふやだからな。敵を追い払うのに剣を振るうたび壊すんじゃないかって不安になりたくない。わかりました。それでは空いた時間に少しずつやっていきましょうか。助かるぜ、ありがとな。マーキス様もあれだけはっきりと王家への怒りをあらわにされたのです。ましてやミダス様は。サンキュを退治してくれたのですね。助かりました。これで安心してラーカスの村へ向かうことができます。まさか虫たちが食べたものの匂いに集まっていたとは。何が起きるか分かったものではありませんね。配送の仕事より楽だったな。ひとまずラーカスの村へ向かいますが、この度に少し自信がなくなってきたかもしれません。起きたのか分かりませんが、急ぎライタールに薬の買い出しに行くのですよね。
マーキス様のところで何があったんだ。ちゃんと説明しろ。レイもオーシディアス王家にお仕えしているの？いや、俺はただの運送屋だ。客に頼まれた荷物を運んでたんだが、賊に襲われてな。船は壊されるわ、仲間とは離れ離れになるわで、散々なところを二人に助けてもらったんだ。で、今は持ちつ持たれつで一緒に各地を回りながら俺は仲間を探してるってわけさ。船を壊すなんてやばすぎるでしょう。仲間の人無事だといいね。そういえば、ライタールってのはどこにあるんだ？北東の方角にあります。ここから海が見えてくるまで、東に進みましょう。了解だ。そういえば、本物の海に久しぶりだな。ちょっと気持ちしてくるんです。失礼してください。警告、エネルギー残量不足。レイのお仲間さんを探したけど、何か当てはあるの？いや、全然。情報は足で稼ぐしかないだろうな。俺はあまり土地勘がないから、何がどこにあるとか細かいことは教えてもらわなきゃわからんが。そっか、ものすっごい詳しいわけじゃないけど、私にも聞いてくれればわかる範囲で答えるね。おお、頼りにしてるぜ。
海の近くは風が気持ちいいな。さあ、道が二つに分かれてるんだ。どちらの道を進んでもライフハルにはつくが、海沿いの道を通る方が近い。マーティス様をお待たせしているから、あまり道草を食っている時間はない。そうだな、じゃじゃっと用事を済ませて戻るか。それはないでね。歩いたな。よし、ちゃちゃっとニーナの用事を済ませようぜ。約束を破るつもりはないが、クロエが落ちた方向に行く船はあるのかって思ってな。埠頭に行ってみましょうか。もしかしたら定期船の乗船予約ができるかもしれませんから。悪いな、ニーナ、ちょっと港に寄っていいか。いいよ、私の用があるのも港の近くだし。ラッキー。とベッドが随分へたれてきちゃったから、羽を足して修繕したいんだけど、その羽がなくてね。アックスビークの羽を集めてほしいんだけど、お願いできないかい。お礼に宿代タダにしてあげるよ。アックスビークも気性があんなに荒くなけりゃ、羽は綺麗だし飼ってみたいくらいなんだけどね。ねえ君、ソーアで遊んでみないかい。勘も悪くなさそうだし、特別にデッキを売ってあげるよ。やっぱり素質ありそうだ。ようこそソーアの世界へ。また勝手にパンくずを取りに当てる。今から各地のいろんな人たちとソーアで遊ぶことができる。君はこの世界への参加が認められたんだ。そして今から言うレアなコマを手に入れてみて。君がコマを持ってくる日を楽しみに待ってるよ。あげたいならたくさんの人と対戦することだね。そうすればそのうちレアな駒にも出会える。腕を上げたいなら
定期船が止まるのは反対側みたいですね。ああ、なんか港町っていう割には。ラッキー。ラッキLucky!対象を発見。俺とソアがしたいんすか？別にいいっすけど。対象を発見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 。ラッキー。Lucky!
俺に勝てると思うなよ。対象を発見。僕とソアしてください。ラッキー。
したエビとかどうすか。うん、俺は海の男。どうだ、力比べしていかないか。熱い魂の必殺技を受けてみろ。ラッキっしゃい。気になるものがあればお気軽に手に取ってください。はい、毎度あり。サンキュー。それ。やあ、俺のデッキを見たいのかい？ラッキー。対象を発見。対象を発見。今日はエビが安いっすね。ボイルしたエビとかどうすか。いつもこんな感じなのか。いや、いくらなんでも少なすぎる。少し情報を集めるか。
ラッキー。対象を発見。対象を発見。対象を発見。ラッキー。収納にこもってばかりじゃ息が詰まってしまう。ラッキー。邪魔するぜ。ラッキの定期船がいつまで経っても入ってこないんだ。あんたも慌ててオートに行こうとした口かい。なら遅かったね。バイル帝国の軍艦が出るってんで、今コト方面に船は一切出てないよ。なんだって？おかげで仕事がねえってのに、物の値段が跳ね上がっちまって参るよ。ああ、帝国との戦争が始まるってのは本当なのかね。まあ当分オート方面に行くのは無理だから、あんたもすっぱり諦めな。荷を運ぶ船がなきゃ物の値段は上がる。宇宙の真理だな。ニーナ、一応俺たち医薬品の買い出しに来たんだろ。大丈夫か？定期航路が止まってたなんて知らなかった。ちょっとまずいかも。早めに私の用済ませてもらっていい？すぐそこだから。船動いてないって？どういうことなのよ。いつになったら動くの？私に言われましても。とにかくバイル帝国の軍艦が出る影響で定期便は一時休航となっておりますので。休航？何それ、どうにかならないの？そりゃ船が来ないんじゃどうにかも何も。そうだ、いいこと思いついた。あんた、バイルゲートに潜入してきなさいよ。は？え？そんで、皇帝でも皇太子でも誰でもいいから、サクッとしばき倒してきてよ。そしたら、バイルも軍艦を出すどころじゃなくなるから、定期便も復活できるでしょ？は、面白い冗談を。何が冗談なの？私は本気で言ってるんだけど。とにかく定期便は休航ですから。逃げたか。でも定期便が動いてないとなるとどうするべきかしら。何かいい方法を考えないといけないわね。なんと言いますか、とても特徴的な方でしたね。だな。おい、今のやつ何か落としてったぞ。指輪ですね。その紋章は確かディベルの将かビンヤード家のものだったかと思いますが。ディベルの町か。しょうがない、拾ったからには届けてやるか。ま、ディベルに行った時にでも渡せばいいか。それにしても騒がしいやつだったな。Thank you.
ニーナちゃん、モンスター騒動で大変だったみてえじゃねえか。お、知ってるんですか？船が止まってるからな。在庫に影響しそうな話は見逃さないようにしてんだ。やっぱり品薄なんですか？今回は大丈夫だ。その辺で待っててくれ。すぐに用意する。いつものってのをもらったら終わりなんだろ。俺たちは何を手伝えばいいんだ？実はレティシア様に見てもらいたいことがあって。あ、お待たせ。なんだ深刻そうな顔して。ベンガル先生、患者さんに会えますか？もう末期だ。あまり近づいちゃならんぞ。わかってます。みんな一緒に来てもらえますか？もしあの方は。ヘルが肺下病の患者さん、この半年でもう20人亡くなってるんです。そんなにも？レティシア様、私を王都の理術管理員に連れて行ってもらえませんか？理術管理員？王国の理術研究の中心だ。最高峰の研究環境が整っている。私はもっと清涼理術のことを学んで、あの病気をこの世からなくしたいんです。父さんは同じ病気で死んだから。マーキス様は納得してくださいますか？今のままじゃヘルガー肺下病の研究は進まない。もし進んでも私と先生だけじゃ世の中に広めることができないんです。待ってください。ここにはミダス様の情報をマーキス様から聞き出すために来たんですよ。ニーナさんを管理員にお連れするのは構いませんが、ニーナさんがマーキス様と仲違いしてミダス様の情報が聞けなくなったら元も子もありません。いや、マーキス先生もニーナの親父さんもそこまで頭は固くないと思うぞ。何？とりあえずディベルに戻ろう。お使いが済んだら寄り道せずに帰るもんだ。確かにこのままライタールにいても仕方がないが。アベラルド？あ、いや失礼。大丈夫。立て。あ、すごい熱。大変。ベンガル先生、休館、休館お願い。どうだったんだ？明日の朝には退院できます。疲れが出たんだろうと。よかった。リベルに帰ったら一番にマーキス様にも見ていただくよう言われました。結局ニーナの言う通りになったな。そうですね。さすがに疲れました。宿に戻って休みましょう。今日はエビが安いっすね。ボイルしたエビとかどうか。なかなか効き目があった。宿屋は確か坂道を登ったところにある噴水の近くでしたね。ラッキー。今日はもう宿で休むか。俺たちもディベルから歩き通しだったしな。
邪魔するぜ。あら、いらっしゃい。夜になると港の明かりが綺麗だよ。ごゆっくりどうぞ。さあ、アベラルドさんを迎えに行きましょう。病院は坂道を降りてすぐ左手だったよな。心配をおかけしました。ニーナさんも時間を取らせて申し訳ありません。本当に大丈夫なのか。以前はかなり曲がってましたもんね。もうあんな無様なことはない。どんなに元気でもマーキス様に見てもらいますからね。お気になさらず、はい、承知しております。できないことは。それじゃ急いでリベルに帰りましょう。今日はエビが安いっすね。ボイルしたエビとかどうすか。エビは嫌よ、足がいっぱいあるの。